2012年ロンドンオリンピック2016年、リオデジャネイロオリンピック2018年、バーミンガム世界室内選手権、ウィルクレイは、アメリカ合衆国、アリゾナ州通村出身の陸上競技選手。専門は3段飛べと、総幅飛び。3段飛べの自己ベストは、世界歴代3位の18メートル14。2012年ロンドンオリンピックでは、男子3段飛べで銀メダル。 男子総幅跳びで銅メダルに輝き、76年ぶりに同一大会の両種目メダリストとなった。オリンピックと世界選手権を通じて3つの銀メダルを獲得しているが、その時の優勝者は全て同じアメリカ人でフロリダ大学の先輩のクリスチャン・テイラーである。屋外の世界大会では金メダルを獲得できていないが、世界室内選手権では2012年。 イスタンブール大会と2018年バーミンガム大会の男子3段飛べで金メダルを獲得しているアリゾナ州ツーソ村に生まれ同州のフェニックスで育った両親はシエラレオーネ出身で父は元総幅飛び選手兄はカリフォルニア大学バークレー校でプレーした元アメリカンフットボール選手11歳の時に総幅飛びとハードル 12歳の時に400メートルを経験。中学時代は主に総幅跳びに取り組んだ。マウンテンポアント高校入学当初はハードルと総幅跳びに取り組む予定だったが、クレイの才能に気づいた高校のコーチの勧めで三3段、跳べを始めると1年目に45フィート、2年目に49フィートを跳び、3年目にはアリゾナの高校生で初となる50フィート超えを達成した。 高校時代には、全米ジュニアオリンピックとアリゾナ州高校選手権の3段、トベをそれぞれ2回制し、2008年には、総幅跳びと3段トベの両種目で、USA トゥデーの全米高校陸上競技チームに選出された。高校を早く卒業し、陸上競技の奨学金を得て2009年1月に、オクラホマ大学に入学した。2009年、ビッグ12選手権。 男子三段飛べで、ジュニアアメリカ記録を27年ぶりに塗り替える16メートル94、NCWA 選手権、男子三段飛べでは、アメリカのジュニア選手初の17メートル超えとなる17メートル19をマークし、1年生ながら両大会を制するなど、学生の主要大会で活躍した。学生のシーズン終了後は、全米ジュニア選手権、男子三段飛べで優勝。 パンアメリカンジュニア選手権、男子三段飛べでは、国際タイトルを獲得した。2010年は、怪我に苦しみ、その後フロリダ大学に移った。2011年、NCWA 室内選手権、男子三段飛べで優勝、SEC 選手権の男子三段飛べと、男子総幅跳びで優勝するなど復活。学生のシーズン終了後の全米選手権では、 男子総幅跳びと三段跳べの両種目で2位に入り、両種目でテグ世界選手権のアメリカ代表の座を掴んだ。オクラホマ大学の2年間とフロリガ大学の1年間を通じてオールアメリカに8回選出されたほか、NCWA タイトルを2回、ビッグ12タイトルを1回、SEC タイトルを2回獲得するなどの成績を残し、2011年8月にプロとなった。 2011年、世界大会デビューとなった8月のテグ、世界選手権において、アメリカ勢としては、マイク・コンリー以来2人目となる、男子総幅跳びと男子3段跳べの両種目で、決勝進出を果たした。男子総幅跳びは9位に終わったものの、男子3段跳べでは17メートル50の、自己ベストで、銅メダルに輝き、若干20歳で、世界大会のメダリストとなった。 これは世界選手権男子三段跳べにおける最年少メダリスト記録だった。2012年2月の全米室内選手権では男子三段跳べを室内アメリカ歴代3位の 17m63 で初優勝を飾った。3月のイスタンブール世界室内選手権には男子総幅跳びで8平方メートル4、男子三段跳べで 17m63 と 両種目の今季室内世界最高記録保持者として臨むと、男子総幅跳びは8メートル04の4位でメダルを逃すも、男子三段跳べでは、クリスチャン・テイラーを7センチメートル差で抑え、今季室内世界最高記録を塗り替える17メートル70で、初の世界タイトルを獲得した。なお、世界室内選手権、男子三段跳べにおける、アメリカ勢の優勝は3度目で、 アメリカ勢のアンツーフィニッシュは史上初となった。2012年6月の全米オリンピックトライアルでは男子総幅飛びと男子三段飛べの両種目で2位に入ると8月のロンドンオリンピックでは両種目で決勝に進出した。男子総幅飛びは8メートル12で銅メダルに輝き総幅飛びでは初のメダルを獲得。男子三段飛べでは17メートル62の 国外自己ベストをマークしたものの、優勝したクリスチャン・テイラーには19センチメートル及ばず、銀メダルに終わった。同一大会における男子総幅跳びと男子三段跳べの両種目でのメダル獲得は、1936年ベルリン大会の田島直人以来76年ぶりであり、アメリカ勢としては1904年セントルイス大会のマイヤー・プリンスタイン以来108年ぶりの快挙だった。 2013年6月の全米選手権男子三段飛べで2位に入ると8月のモスクワ世界選手権男子三段飛べでは 17m52 のシーズンベストで銅メダルに輝き2大会連続でメダルを獲得した2014年6月の全米選手権男子三段飛べをアメリカ歴代7位の 17m75 で制し屋外の全米選手権で 初優勝を成し遂げた。2015年2月の全米室内選手権男子総幅飛びで優勝し、総幅飛びで初の全米タイトルを獲得した。6月の全米選手権男子三段跳べでは2位に入るも、8月の北京世界選手権男子三段跳べは怪我の影響をもあって予選敗退に終わった。クレイは出場した。 世界大会で毎回メダルを獲得していたが、今回初めてメダルを獲得できなかった。2016年6から7月の全米オリンピックトライアルでは、男子総幅跳びは3位、男子三段跳べは2年ぶり2度目の優勝を果たし、4年ぶりに両種目で表彰台に上った。しかし、男子総幅跳びは公認記録で、リオデジャネイロオリンピックの参加標準記録を、 突破することができず、2大会連続2種目でのオリンピック出場を逃した。8月のリオデジャネイロオリンピック男子3段飛べでは17メートル76の自己ベストをマークするも、優勝したクリスチャン・テイラー20センチメートル及ばず、2大会連続で銀メダルに終わった。なお、この種目におけるアメリカ勢のワンツーフィニッシュは4度目となった。競技終了後には2013年、 モスクワ世界選手権、女子100メートルハードルのファイナリストであり、恋人のクイーン・ハリソンにプロポーズをしたことで話題になった。2017年、6月の全米選手権、男子三段飛べを世界歴代9位アメリカ歴代4位の17メートル91で制し、3度目の優勝を果たした。8月のロンドン世界選手権、男子三段飛べは、クリスチャン・テイラーに5センチメートル及ばず、 1 7六6 3で銀メダルに終わったものの世界選手権では過去最高成績を記録した2018年2月の全米室内選手権男子三段跳べを17平方メートル8で制し三段跳べでは2度目の室内全米チャンピオンに輝いた3月のバーミンガム世界室内選手権男子三段跳べには今季室内世界ランク3位で臨むと 今季室内世界最高記録保持者のアウミール、ドスサントスを2センチメートル差で抑え、17メートル43の今季室内世界最高記録で6年ぶり2度目の優勝を飾った。ありがとうございます。